こんにちはこんにちはウキメガネですさあ今回は何をやりますかウィキペディアですよ来ましたかウィキペディアちょっとファン待望でありながらそうなんです俺ねいつも思うんですけど本当にこれは需要があるんですかっていういやいやいやこれだって俺と北条さんにあるんですあなるほどそにあるんですなるほどそれ一番それ一番大事かもしれない どこまで行きましたっけ、ね。え、前回はだから、あのマリノスの監督をされて。今それを退任することになり、翌年コーチになった、ならないみたいな話で終わってた。どしどし聞いてください。<laughs> <laughs> どしどし聞いてください <laughs>。 まあ改めてこう、ウィキペディアの記述を2006年8月24日には、成績不振で辞任した岡田武史の後を受け監督に就任。J2 降格は免れたが、具体的な戦略がない状態で就任 <laughs> こ、ね。この話しましたね。した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 。いつも引っかかってた,ったら川さん、川下がりやや。水沼さんのじゃなくて、チームとしてっていうこと、ね、そうそうそうクラブとしてのクラブ。クラブとしてでしょ えー、天皇会終了後に辞任することが決定した2007年は再び横浜 F ・マリノスのコーチに就任したが1年で退任となったなおマリノス出身の元選手が横浜 F ・マリノスに監督になったのは水沼が初めてだった水沼隆の項目に関しては簡潔な記述で僕らもこの時の水沼さんがどうだったどういう動きだったっていうのはあんまり分かってないところがあるんですけど改めてこうコーチになっ みたたいななどんな感じだっ,たえっと全部その年が終わって、うん、2006年が終わって、まあ、自分がなった時はとりあえず残留みたいなのが本当に目標だったので監督が変わるっていうことは、うん、まあそこはクリアしてで、まあ、それができたからもう自分の中で監督になるつ,なんだろうなつもりもなかったのでその年は、うんうん、コーチ1年目だし現場にずっといたわけではないし、うん、入ってきていきなりコーチになってでポッと監督になって。 でそのまま監督って、もしかしたらそこで監督を続けたら違う人生があったかもしれないけど、うん、自分の中ではそうじゃないって思ってて、うん、でもう一回コーチに戻してもらって、でそこからもう一回2年、3年ぐらいやって、でまあ、若い選手たちを見させてもらってたので、その選手たちとともに、なんかこう、チームを作っていきたいなみたいな感じでいた。うん、だからあの、まあ 打診というか監督続けるっていう話はあったのね。うん、自分でそれはノーにして、うん、まあ辞任っても書いてあるけど、うん、そうでそうじゃなくて自分はもう一回コーチやらせてくださいっていうふうに言ってでコーチになったというのがの経緯ですかね小川、うん、さんの考えとしてはその監督になったのもあくまでチームの危機をため一時的にやっただけだぞって言ったんですか なんか一応、監督というふうに契約の形も変えてくれたから、うん、まあそれはそれでちゃんとしたものではあったと思うんだけど、うん、ただ自分の中でやっぱりまだそこじゃないんだよなと思ってもう一回こう力もちょっと勉強じゃないけどやりながら、うん、ま一度経験はしたけどももう1回、しっかりと自分の中でこう蓄えてそして監督としてもう一回やりたいという思いがあった。 この時監督、新しい年になったのは早野さんですよね。そう。あのうん、僕に続けてっていうふうに思ってた強化部の方の話があったので、多分準備はしてなかったみたいなので、結構、まあ多分困ったんじゃないかなと思って。でも、早野さんはやっぱりチャンピオンになってる実績もあるし、うん、まあいろんなクラブでも当然やってたから、早野さんって。 まあどこまでいろんな人に話がいったかは分からないけど、結、ま、局、あ、はハンナさんで収まったなっていうふうに。ハンナさんとそれこそ現役の頃からずっと知り合いではあるんですか、ね、そうだよ。入った時に最初、ハヤノさん8番つけてて、うんうん、で俺12番で入って、で2、三二年ぐらいかなぐらい経ってからハヤノさんの8を取ったんだ、俺。ああ、そう<で>あれな、何歳上なんでしたっけ 4, ?4 歳ぐらいですいやもう、もうちょっと上じゃないかな。もうちょっと上でしたっけ だからまあ入った時はばリバリやっぱりワイドの選手でやってて一緒にやっててその時俺たちが入った時って結構上手い選手いっぱいいたので、まあ、そういうステージから若い俺たちがどん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 ポジションを取っていったみたいな感じになるほどだから全然知らない人ではないし現役最後辞める時も俺と和志さんとかが結構もう一番年上になった時に早野さん急にトップに戻ってきたんだよねうん、うん、でその時も一緒にやったしでそれこそ まあ俺が辞めるときも早野さん監督だったし、うん、まあなんかこう、縁はあるかな、いろんな意味でね。うん、<ー>うん。このときどうだったんですか、それで、早野さん監督になるってなって、うん、どんな話を対処したんですか難しかったんじゃないかな、多分あ<ー>。うん。なんかチームもそんなにいい状況じゃなかったと思うし、うん、まあコーチたちも、まあ、早野さんだけなんか自分の、なんだろうな、知ってるコーチっていうか、そういうのを多分連れてきたっていう。 感じではないしやっぱり既存のチームに掘って入ってきてくれたので、ね、すごく難しかったとは思うね。さよなさん自身ももう一回周りのその監督のオファー来るとはあんま思ってなかったかじゃない多分そうだと思うなきっと、うん、で思わぬ感じで来たんじゃないのかなっていうふうには、うん、まあ外からっていうかまあ中の人だったけど、うん、そういうふうには思ったね。 自分にも責任はあったので俺がやってれば全然そういう、まあ、いろんなところで迷惑はかけなかったかもしれないし、うん、というふうには思ったでもやっぱり自分の気持ちを通したかったので、うん、コーチにしてもらってそこからもう一回チームを作っていくっていうことをやらせてくださいって言ってて、うん、ま,あまさかまさかのおい1年でやええ首かよみたいな <laughs> <laughs> それはちょっとびっくりだったな。なるほど まあそれでも水原さん、監督を続けないでコーチをやるっていう決断に関しては今、振り返ってみてどうですかこれは悔いはないんです、自分の中で。うん、あでまあ、これはあの死ぬまで持っていかなきゃいけないことがあってそれの一つ大きなものがあって、うん、やっぱりそれは監督は引き受けなかったっていうところがあるのね。う墓場まで持っていくるんですね <laughs> <laughs> でもそういうまあタイミングとかもあったから自分の中で本当に後悔はないしただ本当に1年じゃなくてもう2年ぐらい3年ぐらいやらせてよっていうふうには思ったねでも自分がやっぱりなんだろうな決断したっていうことかがまあこういうことを引き起こしたわけだからそれに関しては恨んではいないしまあそれは仕方ないなっていうふうに自分で僕はそこでまた腹はくくってるけどね。 で、2007年のシーズンについて、こう、ウィキペディアから、うん、早野博が11年ぶりに監督に就任、レッドストアとベオグラードから鈴木隆之東京 V からマルクスラが加入した、ユースから長谷川アーリアジャスール、田代慎一、斉藤洋介が昇格、安高校から犬上隆が加入。リーグ戦はシーズンを通して攻撃陣の甲府調の波が非常に大きく、体力得点の試合がある反面、12試合でゼロ得点。 という試合が12試合あった、えー。前年を上回る7位で終了したが、優勝争いには絡めず、目標とした3位以内にも届かなかった。ナビスコカップは準決勝で川崎に、天皇杯は5回戦で清水に敗れる。左友が社長を退任、後任は斉藤正春。シーズン中にマルクスが移籍、シーズン終了後に早野監督が退任し、ナ、え、ス、ー、が東京府、吉田が神戸移籍、鈴木上野マルケスラが退団。という記述が、はい。結構激動な感じだね。 若い選手たちが入ってくるユースからいっぱい入ってきたまあその選手たちも一緒に練習してて結構俺楽しかったんだよね長く J でやるような選手たちですもんね。そうなんだよねみんなやってたんだよね。うでもやっぱり左トップさんが退出するっていうのが一番のあれなんでしょうね。いっぱいいろんな選手が入ってきて一番大きかったのは乾が入ってきたことかなっていうふうに俺の中では思ってて。 うん、で若手主体で春先に遠征行くっていう話したこと多分あるんじゃないかなあ,ありますねはいでそういう時に乾は花さんが使うからっつって一緒に行けなくて、うん、あいつがっかりしてたみたいな、うん、であとはサテライトとかでまあ俺がチーム率いていくことがすごく多かったので、うん、若手とみんなで遠征行ったりとか、まあ、そういう部分ではすごく面白かった、うん、年ではあったかな であとは MM が本格的にそこで練習がスタートした年なの多分2007年あそあそうかそうかすごくいい環境でやらせてもらってとか、うん、まあ多分本んに天気だよね、うん、2007年はこ、うんね、んなとこでだってビル群っていうかさうう香港でやってるみたいな昔遠征 <laughs> とか言ったら香港とかそんな感じだからさ <laughs>、うん、周りビルに行ったらけで、ね、そう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 心で 練習してるぜみたいな感じだったよなんか不思議な感じだったよね通ってても不思議だったもんでもあれめちゃめちゃ高かったです, <laughs> そそですよねこれはそうでしょっていう話大変なところで練習してた<笑><笑>でも子供たちとかそれこそアカデミーの子たちとかやっぱりあそこに通っててなんか練習やることがすごく嬉しかったみたいねいやそうですよ、ね、スタンド付きの練習場だしさまあ芝生が二つあって人工芝があってさ あんな素晴らしいクラブハウスがあってさ、うん、もうみんなキャッキャ言いながらプールとか入ってたよ <laughs> <laughs> そうねって <laughs> そうそう本当に最高の環境だったね水沢さんがうってないと若い選手たちと一緒にこうね, <laughs> ねやって、うんうん、で彼らが力をつけてこうねどんどんこうトップに行くような感じになったタイミングで水沢さんも一緒にこう、ね、トップのまた監督とかになってたら面白かったなと思いま,す、ね、まあ、まあ そそれこそ今やってるまだ選手たちはいるしそのぐらい年代の子たちはだから面白かったとは思うよね多分ね、うん、でも自分の判断とか決断ってさ何かやっぱりいい加減にはしないじゃないやっぱ人生かかってるみた、うん、監督なんていう周りのその監督なんか絶対できるものでもないし、うん、よ気軽にはいわかりましたって言うわけないですよくそういう判断をしたなっていうふうには思うしね、うん、まあでも本当わ分からない うん、まあでも,もう長くはやりたかったよコーチにまさか2年でっていうふうに本当思ったよ嘘でしょ <laughs> なかなかねあの来年どうなるって話が来なかったのよあ<ー>通知にしても何話にしても、うん、これどうなってんだろうねまさかクビにはしないだろうなと自分の中であいに考えててでも全然話に来ないからその時の教科,の教科部の人に自分から聞きに行ったのね、うん ああ来年ある,あるのって聞いたら、うん、ないみたいな感じ言われて。えそんな伝わり方か <laughs>。そう,なんそうみたいな。なんでみたいな感じなんだよ、うん、なんか思い出すと。ちょっとウィキペディアの早野監督、早野博さんの項目で。 2007年、古巣横浜 F ・マリノスで監督として現場復帰を果たしたが、甲府町の差の、えー、大きく現れたシーズンとなった。最終的に前年を上回る7位でリーグ戦を終了したものの、目標の3位に以内に届かなかったため、契約は更新されず、天皇杯終了後に、コーチの水沼隆、高橋、新一郎、武藤明と共に辞任、事実上の解任であると書いてあるんですけど。各個いらないです。 リリースされたってことかな、これは。これでも目標位だったんですか目標は優勝じゃないの、やっぱり。3位以内まあ、そういう感じじゃない。でも、なんか分なん、その後のこともいろいろ考えてたんじゃない、その1年は。だって、そんな一挙に変えるかって話じゃない。まあ、そりゃそうですよ。 新一郎さんになるのかなと思ってたら違ってああなるほどでまあ俺もでしょで武藤もでしょ、うん、でシとかはその前シゲはその年から来たのかなうん、うん、松永茂だとは2007年から、はい、でなんかシとかは残ってあとフィジカルも残ってとか、うん、なんで俺たちなんだろうみたいなまあでも成績不振みたいな感じで言われたよ、うん、確か早野さんが辞めるってことになった時に、うん、まあ 責任はみみみんなでみたいななでで、でたたいい感感じじ言わだあ、うんまあ、クラブはだから新しい体制でやりいろんなことをやりたいっていうふうに思ったってことなんですかね後から来た人、ね、まあそうなんだろうねきっと。うん。うん、この後だと2008年からあれですよね<え>桑原さんが監督になって。そう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 。そこからまたなんか結構マリノスは結構大変な時に多分突入していくんだよな。 ちょっとめ瞑想がちょっと見え隠れするそうそうそう <laughs> そんな感じだよねやっぱりその辺の都市は安徳 <laughs> 人事の一貫性みたいのも感じられないだからクラブもそれこそ MM 作ったはいいがなんか成績が上がっていかないしみたいな感じだったんじゃないかな、うんうんうん、いや今のね周りだと考えるとねそんな時期があったんだって何ら想像つかないですけど、ね、本当だよね本当本当責任の一端は俺にあるかもしれない <laughs> いやいやいやややっとけや,や,とけやみたいな話じゃないあまあい,いやでもそんなのってそこでやい,やいやまだそんな指導者として駆け出しなんだからって躊躇した水沼さんのも全然わかりますけど、ね、いや、ね、本当ですよいや、まあ、そこでだって、ね、無理くりやっちゃってでねそれがいいかどうかまた別じゃないですか話としてもねだって 監督さんはやっぱり自信を持ってやる人がやる、ね、そうそうそう、ですかね。だからだメだ,だよな、ね、俺じゃな、そういう感じでやる。いやいや、それは水沼さんがその時は、自分でまだあのいろいろいいろいろ考えなきゃいけないことあるって、水沼さん,かん判断してるから、それすごいんじゃないですか、それは。だって俺、今までいろんな J リーグって監督さんやってきたけど、これ、俺やっていいのかなって思いながら、もう、これ言われてるからしょうがないと思って、監督がや,やったような人、俺、たくさん。 と思うんですよ俺、本当、そういう人たちかわいそうだなって、うん、かわいそうだなって言い方してるですけど、な、うん、うん、えでこんなふうにして監督にしちゃうんだろうって、すげえ思ってましたよ、うん、まあやってたら今頃、日暮さんにインタビューされてたかもしれない <laughs> <laughs> おかしなことを言うかうし <laughs> うそうけど、五六 <laughs> みたいな、あの人、水沼っていう監督なんか面白いですよね。 でもどうなんすかその終わった後って江沢さんは現場はまだやっぱりやりたいなっていうふうにずっと思うような感じだったんですかであでもなだからやっぱり。選択肢はなかったんですかやぜ他のクラブはないねやっぱり。うん、あだから大学に戻ったんだよね。うんうん、指導みたいなのは続けたいなっていうふうにやっぱり思って。だってメディアを最初やってて指導者になると思ってなかったとこからやっぱり指導者やりたいなって思い出してから大学行って。うん で,でそこからマリノスの話来てでプロを見ることができるようになってでもまだ監督は早いなと思って監督はちょっとやらせてもらったけどまだもうちょっとコーチとしてやりたいっていうふうになってでもやっぱりそこは道半ばでえやめるんだっていうことになったのでまだやりたいってい思いはあったからまあ見てみたいっていうかだからやっぱり。 東京大学にもさ戻させてもらって、まあ、見るようにはなったんだよね。うん、それなん,なんであるんですか。ずっとメディアやってて指導者へこう一回こうやるじゃないですか。また、うん、ってなってなんでこう面白いって感じる感じたんですか。やっぱり外から見てることを自分が中に入った時に言ったらどう変わるのかなみたいなところに興味があって、うんうん、なんかこうしたらこうこういうことを言ったら選手ってどう変わっていくのかなとか、うん、やっぱりそれはすごい興味があって。 <で>うん、実際、若い選手とか、まあ、大学行ってもや,やりだすと、やっぱりそういうのは、まあ、感覚的に感じられるようになって、うん、じゃあ、プロから話が来ました、でプロで若い選手たちやって、で若い選手たちは、まあ、ユースから上がったりだとか、高校から来たりだとか、うん、でそういう彼らは、まだプロになって、やったーみたいな感じでいるから、いやいや、そうじゃないぞみたいな話は永遠、延々 <laughs> してたこともあるのね、うん、練習終わって、グラウンドに座り込んで、若い選手たちとずっと、それ、マリノスのねうのね。うんうん そういう話をしつつ、どのぐらいで変わっていくのかな取り組み方とか意識とかそういうのが変わっていくのも見つつやってて、うん、だから、そういうなんだろう話してたことがまあ、聞いたかどうかはわからないし彼らが覚えてるかどうかはわからないけど長くやれてるっていうのはそういうところに一旦はあるかなってちょっと思ってるわね、うんうん、やっぱりだん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 こう年齢重ねてきていろんなことが分かってくる、でも もっと若い時には言われてたよな、こんなことをみん、みた、うん、自分でもそういうのがあるから、やっぱり気づきみたいなのは。うん、そういうので、こう、変わっていってるっていうのは、すごくいいし、嬉しいよね、その時関わってた選手たちが頑張ってくれてるっていうのは、相当怒ってたこともあるし。なんかいろんな選手と接するから、例えば選手によっても、例えば同じことを言っても、響く響かないと、当然あるだろうし、めっちゃあるね。 答えが違うから、うん、だからその選手に合った違う答えを水沢さんは考えて提示してあげるみたいなこともいろいろ工夫したってことなんですね。そうだね話し方もそうだし、うん、まあ練習のメニューとか、まあ、個人的なメニューとかもそうだし、うんね、ミーティングとかもあるけどミーティングって結局みんなの前で同じことを言うじゃないですか。だけど一人一人当然理解力も違うし集中力も違うから同じようにみんな理解するわけじゃないじゃないですか。 この間だってカズさんの,あのチャンネルでさ川勝さん言ってましたけど、はい、いやいや選手ミーティングやってあの3分ぐらいしか持たないからみたいな言,言ったりとかしてて <laughs> もうこれ大変だよっつって伝え方とか本当考えるしねまあ本当に全部それがさ彼らに刺さってるかどうかなんてその時は当然わかんないし今でも刺さってたとはもう自信を持って言えるとも僕は思わないけど。 でもやっぱりねそういう接してるときに何かをこう変えてあげたいとかなんか彼らのねその選手たちの将来とか考えたときに何かまあ良い方向に行ってもらうためにはどうしたらいいかみたいなことは多分指導者ってみんな考えてると思うよねだからそれをまあちょっとでもやっぱり経験できたのは僕の中ではすごく大きい経験かなというふうに思うしね。当時一番水間さんに怒られてたのは誰の 一番怒られてたっていうか、俺が印象に残っているのは、うん、田代正和もそうだし、うん、田中雄介もそうだし、雄介なんか結構言ってたよ、ずっと言ってたよ。で、オリンピックとかにかかりそうな時があったゃあいありましたね、はい。うん、やっぱりどんどん,どん,どんこう伸びて,っていってるのもなんかすごく分かったし、うん、俺ともう一人のコーチとなんか練習やってて、うん、<laughs> なんかね、なんかね。 なんんか文句を言ったんだ彼が、うん、でその時に「お前何や言っただろう」って言ったら「言ってないです」とか言って「<laughs> いや絶対言っただろ」とか言って「言ってない!」とかって言って <laughs> でもう一人の講師と「いや絶対言ってたよね」みたいな話してて <laughs> でもう一回問いただしたら「いました」とかつって <laughs> 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 そんなようなことは結構、ね、すごい面白いだからなんかこう自分もこうどんどん出してくるし、うん、練習やって。 相手としてなんか言い合いながらやれてるっていうのもなんか面白かったかなっていうふうには思う。マ、ま、サなんかもうまあなんだろうなテクニックあるしディフェンダーとしてはもうフィードうまいしなんかすごくいい選手で今もね岩手でやってるじゃない。やっぱりフィードとかあいつすごいやっぱセンスあるからどこ行っても絶対出てくるんだよねでも最終的にゴール前で守るのがディフェンダーなのにっていうところをずーっと俺言い続けてて。<laughs> でそれを結構言ってたことはすごく覚えてる。うん、でもやっぱりストロングがあるから、うん、今でこそやってるからすごいなーっていうふうに思って、うん、あとはなんだろうなそうこクロスの練習をめっちゃやったりだとか、うん、シュートキーパーに対してめっちゃ打つとかもう飯倉弘樹とか秋元洋太とかあの辺にはもうバンバン蹴ってたので俺 <laughs> <laughs> 残ってもう楽しくてしょうがなくて。うん ウィキペディアによると2008年2月から法政大学体育会サッカー部コーチに再び就任する1年ですよねいや10年まで俺やってるんじゃないかなあ,あそう10年で10年8年9年法政見ててああコーチでああで10年に俺多分監督になってるんだよ多分じゃなくて監督やったのああ <laughs> 法政ので監督になってでその時も まあなんだろうな大げさに言ったら変革だって言ってチームの体制を変えて、まあ、ちょっとこう成績もいまいちこうパッとしないような時期が続いててでまあちょっとした細かなルール作りをしてでそれに、まあ、ある意味はめちゃったところがあってそしたらうまくいかなくて2部に落ちるんだよね。それも1年で俺は、うん 2> 2年、まあ、大学だから2年3年ぐらいやって、うん、例えば変革して、うん、でそこからチーム作りをして4年立てて4年かけて優勝できるぐらいのイメージ持ってたんだけど 1>,、うん、1年でそれもアウトになる成績が出なかったので<ー>でもやっぱりすっごいその変革っつってやってやりだしたら全然ダメだめになったよ、うん、縛り出したらだめだった。あ それまではじゃあなんか自由にやっていいよみたいな作まあそんな雰囲気はあってうん、うん、でもこれじゃ絶対そのまま良くないっていうふうに思ってこっから変えていくんだっていうふうに張り切ってやってたら、うん、張り切りすぎがダメになったっていうその年、まあ、監督やってたのでスカウティングで、うん、まあこういう選手とか、うん、まあセレクションもあったりするんだけどスカウトしに行くでその取ってきてる選手たちは、うん、もう本当にしっかりとやれるっていう。 テククニックとか,なんかそううサッカーだけがうまいじゃなくてちゃんと学生生活を4年やりますとかまあそういうのを基準にして選んでったの、うんうん、でその選手たちが1年目になって2年3年4年ってなった時にそういう選手たちが下を見ることになるからもうだいぶ変わっていくんじゃないかなという思いで撮りに行ってあいろんな監督とかそういうとこに話して人間性とか重視とかっていう話をして行って撮ってでもその子たちを見ることはできなかったの。 とても申し訳ない。当時の法制そうか。あれか、松本大樹、深町健太。そう,そう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 。そ俺はお、俺がもういたとき、あいつらが4年かな ?3 年か4年ぐらい ?3 年、4年ぐらいだから。うん、松本大樹って、足の速いウィングショー。うん、あ、森内翔平もいたときか。そうそうそう。翔平 <laughs> が2年、二年ぐらいだね。1年か2年というか、10年で多分。うんうん コイチを見に来てたたことあったよ練習っうあそうなんですね、うん、でその時にスカウトして取って、うん、1>, 1年からもう見れなくなっちゃったのが今新潟にいる星祐二とかあと長野にいる三田とかあの山田の学徒と一緒にやってた三田とか宗近とか、うん、そういう選手たちがいるんですけ、ねえー、あと鈴木浩二もいたね。それはお 監督じゃないけど、まあ当時その時水耕寺で、だから水耕寺は。俺が法製から関わらなくなってから、多分フォワードになったんだよね。あ,あ、そう。それまでボランチとか言ってたの。ボランチとかやってた。あ,あ、そうなんですか。で、えー、俺が、俺が思ってたのは、やたら点を取るこいつっていうふうにすごい思ってて。ああ <laughs> だけど、ボランチでやってても、点を取れるっていうふうに思ってたので。まあ、なんだろうな。三列目から出てくるし、うまいしみたいな感じで見てた。 うん,、うん、うーんでもそれをフォワードにしたのは、まあ大石さんという人が僕の法政の先輩でいるんですけどその人が多分フォワードにしてあれだけの選手になったっていう、えー、頑張ってボランチやってた絵が想像できないですけどねできないいや、ね、めっちゃうまかったんだよそ,れそこはそこで<ー>でも俺がフォワードにするって発想はなかったんだよね、うん、だそこはちょっとだめだろうなそういうの、うん 続けなかっ,かい<や> <laughs> って才能じゃんねんやっぱ点を取れるって。でもその選手たちが4年になった時にはすごくいいチームになったっていうふうに言ってたからそれはそれで間違いじゃなかったんだなっていうふうに思うし、うん、せっかくなんか大学でこうなん大学サッカー的なところにも骨をうずめようかなってもうそのまま指導者でずっとい,いこうかなっていうふうに思ってたので大学は大学でやっぱり面白かったから。 いろんな指導者の人たちいるしやっぱり選手たちが伸びてってプロとかになっていくのも、まあ、見てたりするとなんか楽しい世界だなというふうには思ってたので続けてたらまたそれもまた違,違った人生になってましたねそう,そうだね本当だよなまあ人生どうなるかわからないっていうことだよね <laughs> 本んになんか自分で決断してやった後悔は当然ないんだけど、うん でもちょっとさかのぼってみると、まあ、今回こういうね、ウィキペディアみたいな感じでやってて、うん、ああ、なってたら、こう、変わってたかなーとかって、うん、でも、今が幸せだなーとも思うしね。大政の監督を退任されて、もうちょっと現場に張り付くような形はもうないかなみたいな気持ちになったんですかそうだね、もうそこからは、うん、まあもう大学は多分いろいろ代替わりしてて、指導者のスタジオも変わってきてるので。 体も変わってきてて今はすごくいいので法政めっちゃいいって言ってたからね今年多分 J1 とか行く選手結構いるだろうって言われてるぐらいいい選手が揃ってるって川川川さん言ってた「弾を蹴る音が違う」って言ってた「音本当違うぞ」って言ってたちゃんとあれじゃないですか足の指もちゃんと開いてそうだよ足指が開く。 でもね、まあ<あ>、ちょっとその10年で終わった後でもやっぱまたちょっとし導ちやりたいなと思ってな思わなかったんすえ思ってる時はあるよ。やっぱりあったよ、それは。うん、なんかでもやっぱり、なんだろうな、声はかかってこないよね。うんうん、失敗していることばっかりで、ね、マリノスで2年でアウトでしょ。まあ監督やったとはいえ、別に、<laughs> それこそ、ま広、あ、告白は免れたけど、 そんなすごいことをやったわけではないし、で、法制だって監督になったとたん2部に落とすし、みたいな、何この人みたいな感じで、多分思われてアウトです。そんなやけだからあ、あとは高校はちょっと見てたよ、はい、高校は。はい、まあ高校行きだして 3, 年3回ぐらい選手権出たっていうのはいい思い出、うんうん、ちなみにこの松本監督と。 あの北陸高校でやったのはああこれもウィキペディアでは記述ないんですけどな何,年から何,何年からかななんかちゃんとした時期は覚えてないけど、うん、北陸高校が久しぶりに選手権に出るってなった時にちょっと手伝いに行ってで結構頻繁に行くようになったのは56、うん、年67年ぐらい前かな。 <laughs> 選手権に出て1回戦で鹿児島情勢に負けた年の2年ぐらい前から、うん、北陸が久々に出たのが2011年度の90回大会それは大分に負けてるでしょ、うん、ああじゃない,いやこ,のこの時に初めてちょっと関わってみたいな感じですかね ちょっとね、それは、えっ、ー、と、こっちに来た時だけちょっと練習見たいな感じ。で、その後は ?2015 年度に。ああ、15年だから、まあ、14年ぐらいからだな。あ、2016年度だ。2016年度の第95回大会に久々に、えっ、ー、と、5年ぐらい空いて出てます。ああ、そう。だそのちょっと前ぐらい、うんえ。多分そこから2回、3回ぐらい出てる。2>, 2連続で出てますね。2連続だよね。はい。 これも、誰かが、炊き出してくれる年に来て。<laughs> <laughs> いや、でも、また、掘り下げてください。はい。はい、はい、次は、いよいよ。水沼、高志、鳴子目編。<っ>誕生編。<laughs> <laughs> これ、<laughs> 何 <laughs> ひ引っ張ってるっしょ。そして、孫や。はい。 っていうかもうだってもう現れてますよ2010年とかって <laughs> そのバックストーリーを語るための前提がないじゃないですか<や><今>北条さんが本書いてくれよ俺話すから神奈 <laughs> <laughs> 川さんみたいにこうやってやりたいわ俺 <laughs> <laughs> こうやって